はいどうも、白滝です。今回の動画は今現在開催しているイベントスターロードをですね、爆速累計回収した結果どれぐらいのエナジーを消費したのか、どれぐらいの時間かかったのか、これについて解説していこうかなと思います。で、詳しい攻略解説に関してはですね、11月14日に出したので、見ていない方はね、ぜひとも概要欄のリンクから飛んでください。動画の後半の内容はイベントの最後の報酬に S ランク OB 契約書ダルビッシュセレクションがあります。それを引いた後に追加ガチャ、そしてその追加ガチャである選手を狙いつつ、外れた場合は、ミキサーである選手を、狙っていこうかなと思います。イベントの累計早く引きたい、ダルビッシュ選手を使いたい、神引きしたいという方はぜひとも高評価の方よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。まずはじめに話していくことが、イベントスターロードを爆速累計回収した結果どれぐらいのエナジー、どれぐらいの時間かかったのか。こちらね、イベント画面の方になりまして、下の方に書いてある累計クリア人数、これね見てください。自分はですね、野手8人、8人クリアすれば、投手のねクリア人数、野手のクリア人数の報酬をもらえることができます。で、野手8人と投手1人で130万まで到達することができました。累計クリア人数の詳しい詳細に関してはこちらに履歴のボタンを押してもらえば見れるんですけれども、投手が89,000、そして野手の方になりまして、ポイントね見てください。かなり稼いでいます。ほぼね全員10万ポイント稼いでいまして、今現在ね低弾道グラウンダーの選手がボーナスパーセンテージ 100% ついています。低弾道グラウンダーってねこんなに稼げるんですよ。17万、ハイスコア順で見た方が早いかな。周東選手が17万、吉川選手レベル14になります、16万。周東選手ね2枚持っていまして、2枚目が15万、で小林選手14万、源田選手13万、で小坂選手が12万、で田村選手が12万、で京田選手が11万。これだけね稼ぐことができるので、低弾道グラウンダーで、ぜひともねポイントは稼いでいってください。これだけ大量のポイントを稼ぐことができた理由としては、球場の変更になります。詳しい解説に関しては11月14日にしたんですけれども、グラウンダー低弾道に有効な球場があります。そこに変更することによって、これだけね、大量のポイントを稼ぐことができます。次の話になりまして、爆速累計回収した結果どれぐらいのエナジーを消費したのか。こちらはですね、スタート時点での画像になりまして、エナジー数見てください。スタート時点は804エナジーでスタートしました。そして撮影の画面に戻りまして、終了した時点でのエナジー数が742エナジーになります。この数字を計算したら消費エナジーが出るんですけれども、爆速累計回収してかかったエナジーが62エナジーになります。この62エナジーという数値はいいのか悪いのか、これをですね判断する基準が、報酬の方になりまして、累計報酬、投手クリア人数、野手クリア人数、これね合計合わせた数、エナジーねどれぐらい獲得できるのか、全て合わせると118エナジー獲得することができます。なんとですね、爆速累計回収して消費が62、そして回収が118ということで、なんとプラスで終わります。こういった数値が出まして、無課金者で S ランク OB 契約書、早くね手に入れたいという方は、オーバーランしてもいいんですけれども、別にそんなね、今現在経験値 1.2倍、 1.5倍、 1.8倍とかね、そういったものもないので、別に急ぐ必要はありません。事前回復でクリアできますし、その後ですね OB 第2弾とか、あとはですねドリームキャラバン、こういったねイベント、ガチャが登場するので、それのためにマイナジーはね貯めていってください。本当爆速累計回収する意味は今現在はねないと思っています。時間の方になりまして、ぶっ通しでやった結果、約2時間半で、130万ポイントまで達成することができました。イベントの情報に関しては以上になりました。あともう一つね言いたいことがあります。それがですねマイページに戻ってもらいまして、昨日からかな、調子くんの宿題が登場しました。で、これもね得点があるイベントになっていまして、この得点、1.2 倍かな、この経験値、それともスタミナ回復を選ぶべきなのか、これはですねスタミナ回復を選んでいってください。経験値 1.2 倍の恩恵は、確かに嬉しいんですけれども、それよりも今後のためにエナジーをね節約するために、スタミナ回復をね選んでいってください。はい、ということでイベントのね最後の報酬にある S ランク OB 契約書ダルビッシュセレクションを引いていきましょう。狙いの選手はですね、バース選手になりまして、ダルビッシュ選手がね、昨日、2枚抜きしまして、1人はですね、クロスピ交換会に出そうかなと思います。こちらね、日ハム。ダルビッシュ選手ね、結構当たってるんですよ。こちら、このダルビッシュ選手、クロスピ交換会に出します。ということで、引いていきましょう。で、狙いはですね、バース選手。バース選手が来れば、いい。
でもバース選手別に当たらなくても追加ガチャかな、まあ、A ランクを狙ってるんですよ。まあ、母体がね当たっても限界突破がねないんで、まあ、結局引くんですけれども、まあ、バース選手当たってくれれば嬉しいかな。さあ誰が来る、まあ、かぶりでもあと1人なんですよ。あと1人集めればセレクトミキサーできるんで。さあ誰が来る、パク・ゲンジ選手。パク・ゲンジ選手ね、まあ、そう限界突破が難しいんですよ。中継ぎ抑えね、まあ、限界突破すれば起用できるんですけれども、でタイピンチと進化、まあ、化ける可能性もあるんですけれども、まあ、ミキサーかなということで、追加ガチャ引いて、そのまま追加ガチャ引いていきましょう。でこの10連プレゼントスカウト、これはちょっとねまだ引きません。まあ、引くのであれば最後運をね使ってしまうんで、ということでいきましょう。バース選手とりあえず1万円。いやー昨日ねめちゃめちゃ神引きしたんで、まあ、今日も神引きしたい。であとはもうガチャの時はもう喋らないかな。もう喋るとねなんか全然当たらないんで、そう喋らずに引こうかな、まあ、今日も。とりあえず10連目は見ていきましょう。 A ランクが欲しいんですよ、バース選手の A ランク。まあ、S ランクが出たら、まあ、ダルスレ確定なんで、これはね本当にありがたい。スキップスキップスキップ、 A ランクがね本当出ないんですよ。他の菅野選手 A ランク出るんですよ。 A ランク出るんですけれども、ダルスレの A がね本当に出ない。まあ、他の配信者の方も見たんですけれども、いや全然出ないんですよこれ。ね、S ランクよりこう A ランクが本当にしんどい。結構ツイッターとかで見かけるんですけれども、バー選手当たりましたとかダルビスさん当たりましたとか言うんですけれども、このダルセルの A が本当に当たらないということで、20連目いきましょう。あと1人揃えればいいんで。さあ月来てるよ、調子くんお願いします、お願いします。20連目、やっぱ喋るとね なんでやろ当たらないよね。無言で引くと当たるんよ。行きましょう。20連目、何連目や、昨日150連目で終わったんで160、170連目かな今現在。バース選手の A ランク頼みます。バース選手の A ランク、バース選手の A ランク。いやほんとひどい、ほんとひどい。バース選手の A ランク、いやほんとに、え、コナミさんこれマジで見てください。コナミさんさすがにちょっときつない。なんかねあの見たんですけども、ガチャ表S ランクかな、 A ランクか、 A ランクの排出がどこやったかな。ということで30連目いきましょう。30連目、さあ次来てるよ、調子くん。いやまた無言、おーありがとうございます。いや終わった、1万円で、まあ、あとはセレクトミキサーでバース選手を手に入れて、あとはバース選手の A ランクか。いや A ランクのために追加ガチャちょっともうやらないかな、さすがに。まあ、この後 OB 第2弾で藤川選手、まあ、2万円と。ありがとうございます。とりあえずこの後セレクトミキサー。斎藤選手、かぶり。まあ、セレクトミキサーなんで。いや、A ランクのバース選手が欲しい。頼むよ、最後ラスト。え、ちょっと。おっと。いや、きつい。S ランクを当てるよりかも、当てるよりも、A ランクの方がきついんですよ、このガチャ。本当に出ない、本当に出ないということで、まあ、このままセレクトミキサーいきましょう。ダルビッシュセレクションミキサー、セレクトミキサー5人投入で、まあ、自分は赤堀選手、斎藤選手、ダルビッシュ選手、この3人はキープしています。でもローズ選手もねちょっと限界突破が難しいんで、まあ、セカンド枠山田さん、浅村さん、殿崎さんいるんで、まあ、正直自分のオーダーには入ってこないかな。斎藤選手、角さん、ローズさん、イースラ選手、中西選手いきます。でここで、ダルビッシュ選手、じゃあダルビッシュ選手はバース選手いきます。バース選手、いややっと来たな、バース選手いきます。合ってるよね、ここで間違ったらちょっと、うん、よしもう一回確認 OK。いや、やっとバース選手が限界突破コーチがね、3枚。いや、ちょっときついな。狙い撃ちないのは本当にきつい。ということで、ありがとうございました。最後で見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。あ、いや、バース選手、やっとお迎えできる。爆弾。とりあえず限界突破コーチ3枚使って調査までしていこうかなと思います。あと2枚か、いやどうしよう、あと2枚のために引くのは、まあ、きついんで、まあ、調査で、まあ、この後イベント、ルーレットヒッター、まあ、あとはですねガチャ付きか限界突破コーチ付きガチャ、まあ、これを引いて極みにしていこうかなと思います。
ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ、よければですねグッドボタンと、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は以上。